なれるから。しゅんくんね、今日はなんとバッティングセンター部の活動ということで、今日のバッティングセンターがですね、なんと広島ベース2020というね、室内の練習場かな、はい、まあ、あの公式球が打てる、練習場なので、はい、ここでね、しっかりと、練習をしていきたいと思います。はい、はい、それでは行きましょう。はい、はい、シュウ君ね、バットで芯で捉える練習っていうのでね、フィールドホースの穴バットを使ってちょっとトレーニングやっていきたいと思います。はい、はい、それではやっていきましょう。ちゃんとあの意識してね、面を押し込むんだって。おお、なんかちょっと近いけどね。お、でも振ってないよね。そんな難しいん。あ、9打ち。はい、おお、一発。おお、やっぱり当たる瞬間にこうなりよったら絶対入らん。こう、こう押し出すような感じで、ミートポイント、芯で捉えるポイントっていうのと、多分手首をこねる調整にもなる。お、入った入った、うん、掴んだ。ミラクルだね。うん、フードに乗ってる。そうそうそう。そうね、最初は軽くでもいいかもね。うんうんうん、いいじゃん。さすが虫取りケンちゃん、トンボ捕まえるの得意だもんね。シュウ君ね、ケンちゃんお疲れ様でした。どうだった公式ボール？痛いね。やっぱね、芯を外すとちょっと痛いですけどね。あの穴バットを使ってね、ちょっとしっかりとシャトル打ち練習して、またちょくちょく来たいね、ここはね、はい、広島ベース2020さん
またお邪魔したいと思います。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今度はね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。わざとだね。